ったのどこや球探動画。さあ今日は推しの卒業からの立ち直り方を皆さんに聞いていきたいと思います。オタクをしてたら推しの卒業というものに出会ったこと、まあほとんどのオタクの方があるんじゃないかなと思うんですが、まあ辞め方にもよったりはするんですけど、まあその悲しみからどうやってみんなが立ち直ったのか、立ち上がったのか見ていきたいと思います。時間、やっぱ時間が解決してくれるんだ。恋愛と一緒なんだな。何でもそうですよね。悲しみってどういう悲しみでも時間が少しずつ悲しみを薄めていってくれる。でもある夜にふと思い出した時に感情がこみ上げてきて止まらない涙、ああ悲しみがなくなっていたわけじゃないんだなって、そんな時に気づくんです。急を確かに、まあ時間は薄めてくれる。どんどん同じグループで多面を押す。あーグループは残ってて、グループ残ってて卒業を推ししたら次の推しを探す。まあそうですね。まあそれが、だ結局さ、推しがいたから推し辞めたからって、そのグループ卒業しちゃうよりさ、曲も好きだしさ、言うてね、好きなわけじゃない。だからまあ他の推し作っちゃった方がいいよね、いいよねってありますけど。そうですね、僕もモーニング娘さん、まーちゃん卒業されて、まあ、次の推し、まーちゃんももちろん推してるんだけど、やっぱモーニング娘さんは代々も推しが常にいるので、次誰を推そうかなっていう感じですね。おだちゃんなのか、れいちゃんなのか、どこやんなのか、誰を推そうか、とまたコンサートに行ってから次の推しが決まるんじゃないかなとは個人的に思っております。ほらやっぱそうじゃん。立ち直ったつもりでもそのグループを降りても、いつか推しがいた頃を思い出して泣く夜が訪れる。なんかさ、悲しみってなんである日に、ある夜にさ、ふと思い出して涙が止まらなくなるんだろう。そんな夜に抱きしめてくれる人が欲しい。ちっちゃい、つながる、絶対にダメ。つながったら間違いないよ、間違いなくその悲しみを埋め尽くしてくれるよ。もうなんならもう満たされまくり。でもそれはたいたいけどよくあれじゃない。あ、でも卒業したらもうアイドルでもないってこと。ちょっと揺らいでる、ちょっと揺らぐオタ。え、推しが卒業したら繋がるってこと？そんなんできる人いるの？推しと繋がる？しが、でもちょっと待って今さ、もうみんな良くない。これはこうやってさ、キューちゃん動画にはもう繋がることで満たされようとする人がもう一定数いるんですけど、一旦立ち返って、我々オタクはステージに立ってる推しを見るのが好きだったんじゃないだろうか。まあ、ちょっとありまして、残りのメンバーを好きになっていくしかないんだよね、ないんだよね。たださ、推しが卒業して次の卒業した後一発目のパフォーマンス見た時にさ、いないはずの推しをさ探してしまわないかな。シングルが発売された時にいないはずの推しの声探してしまわないかな。私は探してしまいます。とりあえず爆食いされましょう。脂っこいものをいっぱい食べて、とにかく力を蓄える。あら私1年前に着ていた服何にも着らなくなっている。焼肉食えば大体回復する。マジ？おしゃー。じゃあさ、悲しい時はさ、お互いにさ焼肉誘い合って行こうよ。キューちゃん動画あと焼肉食べながら動画も今度回そうかな。焼肉屋さんで、みんな推しが卒業した時はその動画を見ながら元気を出す。ただ焼肉を黙々と食べる。やっぱみんな別の推しを作るんだ。別の推しを作る、別の推しを見つける、次の推しを探す。でも本当にそうでさ、次の推しを見つけて幸せにしてもらってる間にさ、その卒業した推しのことをさ思い出さなくなってるんだよね。やっぱり推しの悲しみを忘れさせてくれるのは、それもまた推しなのだ。信じない。推しの卒業を信じないってこと。え、でもさ、現実突きつけられるやん。次のアーシャいないんよ。次のアーシャ頭数足りないよ、信じないとしたら。それはさすがに悲しいだけブルーじゃないだろうか。水分枯れるまで泣いて終わり。時間が解決。もう本当にそう。泣けるだけ泣け。泣いていいのよ。お眠りなさい。たくさん泣いてそのままその流れで寝ちゃったらスッキリするかもね。そんなものはない。推しの卒業の悲しみを忘れる方法、そんなものはない。悲しいだけブルー。立ち直れない。立ち直れてないの？なんかもうさ、そうだよね。だってさ、
だってさ、オタクじゃない人からしたら、お付き合いをしてます。で、別れるってなった時、まあ、じゃあ相手が別れるって言った場合のパターンで、別れてくださいで、こっちが、まあ、だだこねるか、OK をすぐ出すかは、あれにしろ、わかりましたって、結果的になって別れるじゃない。他にもいろんなパターンはあるけど、それは。ごたつくこともあるけど、まあ、一番ノーマルなパターンってそうじゃん。別れてくださいで、一方的にっていうよりはもう、入って、わかったって言ったら別れるじゃん。推しは、こっちの許可なく、卒業するんよ。いつだって推しは、一方的だ。でも推しは、いつだって一方的に幸せにしてくれていた。ありがとう推し。なんか力になれていたかな。こっちオッケー、ゴー出してないのに、卒業公演はどんどん近づいてきて、そして立て続けに大好きな曲を歌い、そして最後にステージから降りて卒業してしまう。卒業公演の加速度ってすごいよね。始まってからのもう最後にかけての加速度、もう止まんないじゃんこの列車っていう。見て、全然関係ないから血まめができた。かわいそう。誰かペロリンチョしてくんないだろうか。アイドルとして一般人の生活を捨てて活動してくれたの考えたら幸せになってくれよなって思った。確かに確かに、ありがとうちゃん。確かにその本当にアイドルという仕事に好き、万人が当たり前のようにできるようなことができない中で常に笑顔で仕事をしてくれたこと、それにありがとうじゃないってことでしょ。だから我々オタクを幸せにしてくれた分、次はあんたが幸せになってね。まあね、だからさ、本当にありがとうだと思いますわ。なんかでも10代とかからさ、アイドルしてる子も多いわけじゃないですか。当たり前に学校がさ、普通の学生生活は送れないわけじゃない。毎日毎日学校に行けるわけでもなければ、まあ行事とかもさ、行けないこともさ、仕事で行けないってことだって多いだろうしさ、普通に恋愛とかだってなかなかねできないだろうし、そんな中でアイドルだから当たり前でしょみたいな、別に自分で選んだ道なんだからみたいなあるけどさ、当たり前ではないよ。自分で置き換えてみてってなったらさ、いや無理だよみたいな、そんな無理だけど、でも自分で選んだ道だからそんなのしょうがないやんとか当たり前やんって言うけど、いや違う、当たり前だいたいねえ。ありがとう、うまく言葉にできなくてごめんね。幸せになってほしい、みんな。みんなどうなんですか、みんなさどうなの。僕さ、まあ、確かにそのいろいろみんなアイドルの子はさ制限、それこそさ遊園地に変装もしないで遊園地でデートとかはさ絶対できないじゃない、それダメじゃない、それダメなんだけど、それはダメじゃない、それはそれはダメなんだけど、僕バレなきゃいい派なんですよ。バレなきゃいいよっていう、オタクとしては、オタクとしては推しに好き勝手とは言わないけど女の子としての幸せな時間をもう過ごしてほしい派。だってさ、10代前半とかからさ20歳代とかまでさ仕事しててさ、その間にさ好きな人とデートもできないとかさ、なんかさ、いやもうバレなきゃいいからって、バレないようにしてくれたらもういいよっていういいよっていうか、だってこっちはもう幸せにしてもらってるんだもん、そんなもう輝く姿を見せてもらってるだけでありがとうだから、ステージ降りた時くらい心を許せる人と素敵な時間を過ごしてよって、ありがとうって言った派なんですけど、昔からいろんな派がいる。みんなはどういうスタンス、そこに関してどういうスタンスなんだろうか。はあ、恋愛なんてちゃんとするべきじゃないって人もいる、めっちゃいるのいるだろうけど、みんながどういうスタンスなのかちょっと聞きたいかも。コメント欄にみんなおのおの書いてください。全然いろんなスタンスがいると思うんで、本当に思った通りに書いてほしいから、気になる。僕はそっち派、バレなきゃいいんだよって、うまいことやんなっていう、あんたうまいことやんなさいってタイプかな。トリママック行く、マックってそんな力があるんだ、マジでマジ。テリヤキバーガー大好き。グループにいた推しが好きだったことに気づく、あーこれはよくあるパターンですね、これはよくあるパターンですね。ま、推しが芸能界に残った パターンね、推しが卒業して芸能界に残ったパターンで、あれちょっと待って、終えるっちゃ終えるんだけど、
足グラブリー倒しが好きだったんだっていう、全然押せなくなっちゃうみたいなパターンはね、もうよくあるね。これ何なんだろうか、何なんだろうか、オタクってそういうもんなんだろうか。ありますあります、大いにある。全然変わらなくてもよ、別に今までとスタンス変わらなくても、あ、グループにいた推しが好きだったんだだなーっていうことはね、本当によくある。逆にその方が多いかもね、そのパターンの方が多いかもしれない。なんでだろう、なんでだろうね。じゃあどこを好きになってたんだろう。これは二晩くらい考えた方が良さそうですね。一回みんな、ちょっとみんな集めてさ、やりたいね。てかなんか今ってさ、喋れないじゃない、ライブとか開いても。なんかさ、Qちゃん動画もさ、せっかくさ、やってるからさ、現場でやりたいよね。Qちゃん動画座談会みたいなやりたいよね。なんかやりたいなって思ってんだよね。公開イベントみたいなさ、みんなから募集してさ、やってさ、みんなに来てもらってさ、でこれ送ってくれたの誰っつって、そこでその場で話聞いて、みんなで話し合うみたいなのさ、ちょっとなんか会場借りてさ、やれたらさ、楽しくない？さあね、もうね、結構ちょっと前から構想はね、僕の中であるんだけど、なかなかね、その、世の中の状況的にもね、やっぱ、言うて喋れないとあれじゃん、みんなも。だからなかなかあれかな、とか思いつつ、まあ、実現していきたいなと思ってます。その時は皆さんぜひ遊びに来てください。面白そうでしょ。観葉植物を買う。嘘。観葉植物買うの？観葉植物で埋まるんか？知らなんだそれは。観葉植物ってすごいやん、言うのやん、言うのやん。ずいのなんちゅう恋をやってるちゅうの、革命を起こすくらい、今週中にちゅうちゅうちゅうしたい、憧れの。泣きながら焼肉食べる。店員さんが心配して、お客様大丈夫でしょう、あ、大丈夫です、全然。焼肉が欲しくて。悲しい竹ボール仲良き。はい、ということでお届けしてきましたが、推しの卒業の悲しみから立ち直る方法、まあいろいろありましたけれども、まあ、完全復活はできないにしても、一番良かったのはやっぱ新しい推しを作ると、あと時が解決してくれるっていうのがあったんで、まあ推しが卒業した直後は本当どん底だと思うんですけど、そこより悲しくならないよ、いい方向には向かうよっていうことだけは分かったんで、よかったよね。何事にも永遠ってないよね。暑い雲が晴れていたら何しちゃおうかな、つぶやくたび大切な人を思う、思い通り縦に長い魚の「つながるのは簡単なことさ」